水木奈々水木奈々の作品キャノンボールランニング。キャノンボールランニングは水木奈々の13枚目のオリジナルアルバム。2019年12月11日にキングレコードから発売された。前作ネオジーンクリエーションから3年ぶりのリリースとなるオリジナルアルバム。 キャノンボールランニングというタイトルは弾丸のように駆け抜けてきたという自分自身を表す言葉として水木自らが選んだ2020年に歌手デビュー20周年を迎えるにあたりその後も変わらず走り続けていきたいという気持ちも込められているという2曲目のカルペディエムは水木曰くアルバムにおいて毎回設定されている変態曲枠とのこと 作曲のゲマ松ノリアスに、これまでのゲマ松3曲にはなかった切り口の変態曲をリクエストした結果生まれたピアノを基軸にした歌謡ロックとなっている。3曲目のラブファイトは映画ナイトメアビフォアクリスマスのようなダークファンタジーをイメージしたダンス曲。4曲目のデイブレイカーズはビリービリーのスマートフォンゲームファイナルギアマイナス重装戦美目の主題歌。 5曲目のノック・ユーダウンは TBS テレビカウントダウン TV の2019年12月度2020年1月度のオープニングテーマ6曲目のブルーローズはコロプラのスマートフォンゲームクイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズナイのイベントメアレスシリーズのテーマ曲8曲目のワチュウォントはウェブアニメモンスターストライクのエンディングテーマ 9曲目のマーガレットは水木がまさにやりたかったというバラード曲でネオジーンクリエーション収録の絶対的幸福論のアンサーソングとして位置づけられている2019年3月に開催したライブナ,ナミュージックラボラトリー2 0 1 9ナラボにて自身の歌声と楽器一つのみでライブを行った経験を生かしたシンプルなアコースティックバラードとなっている10曲目の メタノイア、アオフバッヘンホームマイナスは、テレビアニメ、戦姫絶唱シンフォギア XV のオープニングテーマ。本作では、ロングイントロバージョンのアオフバッヘンホームとして収録されている。12曲目のネバーサレンダーは、劇場版、アニメ、魔法少女リリカルなのは、デトネーション主題歌。13曲目のライトバースシャドウは、プロデューサーの三島明夫が、 アイドル的な要素のあるキュートな曲を入れたいとして2年前から温めていたという曲で、三島曰くおじさんホイホイ曲とのことである。14曲目のリベリオンはスクウェアエニックスのスマートフォンゲーム反逆性ミリオンアーサーの主題歌。15曲目のアップセッターは水木自ら作詞、作曲を行った。プロデューサーの三島からメジャーコードの応援ソングという、 お題をもとに制作されたが、この曲の制作時期は、ラグビーワールドカップ2019の開催時期であり、曲のアイディアが降りてきたのが、日本代表対南アフリカ代表戦の日であったという。16曲目の、オールフォーラブは、2019年11月24日、放送の文化放送、水木七スマイルギャングにおいて、水木は、この曲に出会ったのは、 メタノヤを制作している時期であったが、デモを聴いて心をわしづかみにされたという、この曲を特別な時に形にしたいとして、約半年間温める形で収録されたと語っている。17曲目のファイナルコマンダー、アオフバッフ編ンフォームマイナスは、戦姫絶唱、新フォーギア XV 第1話挿入歌及び、第8話劇中歌。オープニングテーマのメタノヤと同じく、 ロングイントロバージョンのアオフバッヘンホームとして収録されている。通常版と、ブルーレイ、または DVD とフォトブックが同梱される、特製ボックス仕様の初回限定版がリリースされる。また、初回限定版には、キャノンボールランニング抽選キャンペーンの応募用、シリアルコードが封入される。合わせて、各版初回仕様には、レコ直運営のダウンロードサービス、 プレイパスを利用できるシリアルコードが同梱されており入力することでスマートフォンタブレット端末にアルバム収録楽曲と初回限定バンドコン DVD ブルーレイ収録映像を無料ダウンロードすることが可能となっている CD 発売と同時にハイレゾ音源でのアルバム配信リリースも行われておりハイレゾ版限定としてメタノイア ファイナルコマンダーのオリジナル版のハイレゾー源も追加収録されている。2019年3月23日に姫銀ホールにて昼夜に公演で開催されたスペシャルライブ。研究室のコンセプトのもと、バックバンド、チェリーボーイズのメンバーやプロデューサーの矢吹と素人のタイマンセッションを軸にしているほか、スペシャルゲストとして、早見沙織を招いてのデュエットも披露した。 本 CD 初回限定バンドコン DVD、BD には夜の部の模様を収録。昼の部は全国の映画館でライブビューイングも行われた。キャノンボールランニング特設サイト。ありがとうございます。